話している途中、千穂ちゃんは時々黙ってぼーっとしていました。佐藤先生のお話だと、千穂ちゃんは今でも中学生くらいの女の子を見ると動けなくなってしまうのだそうです。同い年くらいの子を見ると、苦しかったことや辛かったことがものすごい勢いで胸と頭にいっぱいにあふれてしまう。それに体が一生懸命抵抗しているのだそうです。それを少しずつ前と同じように